昨日午後4時43分ごろ、宮崎県南部で震度6弱の地震が発生。震源地は南海トラフ巨大地震の想定震源域内で、福岡県内では柳川市と大川市で震度4、久留米市などで震度3、福岡市や北九州市などで震度2を観測しました。怪我人などはいません。この地震の影響で JR 九州は昨日、九州新幹線と西九州新幹線の全線で一時運転を見合わせました。また福岡空港では昨日、伊丹発宮崎行きの便が福岡空港に代替着陸するなど、一部で混乱が見られました。上空にいるときに地震に遭いまして、で福岡の方に航路変更で降りることになりました。状況分かんなかったですけど、なんか地震の影響でって聞いて、なんか滑走路も今使えないみたいな状況を聞いて、ちょっとドキドキしてましたね、僕は。地震の影響で遅れていた宮崎からの便ですが、今2時間遅れで福岡空港に到着しました。飛行機が出なくって、はい、飛行機で結構乗ったまま待ってました。結構物が散乱したりとか、瓶が割れたりして大変な感じです。また気象庁は大規模地震の発生の可能性が平常時に比べて相対的に高まっているとして、南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意を発表。臨時情報の発表は現在の運用が始まった2019年以来初となります。今回の発表を受け、福岡県は北九州市、行橋市、豊前市、神田町、吉富町、築城町の住民に対し、備えの再確認を呼びかけました。県内では瀬戸内海に面した自治体が特に津波への備えが必要とされています。地震発生から一夜明け、博多駅では午前10時過ぎの JR 博多駅です。明日からお盆休みという方も多く、鉄道の利用も増えると見込まれる中、昨日の地震の影響で現在も宮崎や鹿児島のエリアに運休や遅れが発生しています。博多駅では今日、大きな混乱は見られなかったものの、日豊線の一部区間で遅延などが発生しました。明日からお盆休み、気象庁は最大規模の地震が発生した場合、関東から九州にかけての広範囲で強い揺れなどが想定されるとして、1週間程度注意するよう呼びかけています。